どうも、マチャネの松です。一応ね、サムネにもあった通り、最近ちょっと悲しい出来事というか、なんか、うわー、なんか残酷だなというか、っていうことがあったので、今日はちょっと動画にさせてもらおうかなと思ってるんですけど、私とゆきのちゃんが、7月の12日に、遊んでいたわけですよ。で、帰りに、ゆきのちゃん車送ってってもらってる途中に、一匹の子猫ちゃんが、私たちの車の前を通っていって、本当に危なくって、本当にちょっと違ったら多分惹かれてしまうというか、っていうことがあって、でその後に一回見に行こうかって言って一回見に行ったら、すごい大きい声で泣いてたんですよ。多分親猫を探してるのか、それともなんかどうか怪我してるとかわかんないんですけど、どうにかしてあげたいっていう気持ちも私たちもあって、とりあえずどうにかして救助しようという結果に至りました。でそれが多分10時ぐらいの出来事なんですけど、そっから夜中の2時半ぐらいまで、だいたい4時間半、いろいろ戦ってみたんですよ。で、チュール上げてみたりとか、いろんなところに電話をかけてみたものの、時間も時間で全然どこにも電話もつながらない状態で、どうしようもできなかったと言ったら、あれなんですけど、で、そこがたまたま JR 管轄の、土地というか、場所で、中にも入ることもできない、JR のとこにも電話がつながらない、たまたま近所の方が住んでいて、ですごい泣いてるのを気づいてたから来たって言って、それを助けようとしてるっていうのを家の窓から見えたから来たよって言ってくださった方がいて、で一緒に探してくれたりとか、一緒にどうしようかっていうのを考えてくださったりとかはしていたんですけど、その泣いてるのもその日に始まったことじゃなくって、2、3日前からすごい泣いていたらしく、結論から言うと助けてあげることはできなかったんですけど、一応その今日も見に行って、今日13日撮ってるんですけど、13日も見に行ったんですけど、ちょっと見つからなかったんですが、昨日の夜置いてたご飯は全部食べてたっぽいんですよ。で、もう特に何もなければ本当にいいかなと思うんですけど、いろいろ救助するにあたっていろんなところに電話かけたのは、警察、愛護団体、JR、深夜でやってる病院とかちょっといろいろ電話かけて、警察に電話したところ、飼い猫だったら、捕まえに行きます、でも野良猫なら無理ですって言われた。確かにもう一匹野良猫に対してそのおまわりさんを呼ぶのはダメなのはもう重々承知だったんですけど、パトロールしてたおまわりさんが私たちに年賀というかをしに来て、何してんのみたいな、結構フラフラフラっとしてて、その一人のおまわりさんはそのちょっと一緒に懐中電灯で探してくれたりとかはしてたんですけど、もう一人の兄さんは、まあいいんじゃないみたいな、なんか、ノリというか、そんなのがおまわりさんで本当に大丈夫なのみたいな。なんだろう、国として働いてるじゃんみたいなところはあって、ちょっとだけでもいいから手伝ってくれてもよかったんじゃないかなみたいなのもあって、本当になんか、もうなんかそのライトで一緒に探してくれたお兄さんに関して本当に感謝。その人、がいたから多分本当に声とかが聞こえたりとかもしたのでよかったんかなって思うけど、なんだろうな、なんか国って複雑だなっていうのはすごい思ってしまった。どんだけちっちゃくてもどんな野良猫でも命はあるものだし、なんか多分賛否両論はあるかもしれないけど、そのやっぱり自分のうちの猫も保護猫でちっちゃく時から来てるから、それになおさら、なんだろう、同情というか、うわぁ、なんか、うちのアポロもこんな感じだったなみたいなのもすごいあって、どうにかしてあげたいっていうのもあったし、その雪乃も一緒に探してくれて、できることはやってはいたんですけど、ちょっと最終的に今日もお昼、車がすごい多くて、多分泣いてる、感じの声は聞こえたけど、どこで泣いてるかがもう全然わかんない。車が多すぎて、かき消されてるというか。っていうのもあって、もう今日は諦めて帰ってきました。
まあ、今一応なんか調べたところ、愛護団体とかで捕獲器を借りることはできるらしいんですけど、もう自分の土地じゃない限り捕獲器を入れても意味ないし、そこにずっと入れるかって言われたら入れるわけでもないから、そこがすごい困っているところですかね。で、TikTok ライブとかで本当にいろんな方にいろんなことを教えてもらったりとかでしたので、本当にありがとうございました、本当に。まだちょっと助けれなかったというか、惨めすぎるな、人間って感じをすごい思ってしまったし、まあ、野良猫だから割と強くは生きれるとは思うんですけど、なんかちっちゃい命を助けてあげたかったなっていうのもすごい思ったりします。はい、なんかこうなんかこれを機になんか、うわ大事なんだな命ってっていうのもすごい思ったし、悲しくなった出来事でした。でもちょっとね、できるだけなんか餌とか置きに行けたらなって思うけど、でも絶対犬食べてんだよな絶対犬食べてんだよな。なんかチュール出した時もチュールなんかめっちゃ反応してたしな。どうしよう食べないでください。はい、ってなわけですね。本当にこれだけをちょっとみんなに伝えたかったっていうか、複雑だよね。なんかどうしてあげたらよかったんだろうかってつくづく思って泣けてきたどうしたらよかったんだろうって、なんか本当に悔しい気持ちでいっぱいなので、私はチュールを持ち歩きたいと思います。これからもう本当に少しでもちっちゃい命がね、救われたらいいなと思います。まあ、なんか助けてあげましょう、みんなで。以上、ありがとうございました。